はい、出前です。本日は Zephyr750 カスタムパーツ投入していこうと思います。今回のカスタムパーツは200万円分となってございます。ありがとうございます。Zephyr750 は過去の動画とかでも言ったことあるかもしれないんですけど、お金のかかるバイクなんですね。まあそれはね、ちょっとパーツを紹介した時になんでかかるのかっていうのを、まあお話しできればいいかなと思います。はい。で、現状の車両はこんな感じになってます。タンクが塗られていて大変綺麗な塗装になっております。あとは比較的ノーマルに見えるんじゃないかな。基本的にはかっこいいんですよ。タンクも変わっていて、普通にマフラーが変わっててって感じなんですけど、オートバイのその塗装が綺麗なので、もう十分このまま目的地でバンとたどり着けばかっこいいバイク乗ってますねって言われるレベルなんですけども、こっからさらに200万円積んでいくということで、すごいオートバイになると思います。うん、なので一緒にね、かっこいいオートバイ作っていければいいかなと思います。はい。なので、ちょっと今回はね、金額も多くてカスタムパーツがいっぱいあるんで、ちょっと尺が長くなりすぎないように紹介していこうかなと思います。はい。まずはブレーキ周りいきます。マスターシリンダーですね。こちらブレンボの RCS の19パイになっております。はい。まあ定番ですね、ラジアルマスターシリンダーってやつです。まあここですね、今押してるのがシリンダーに対して直接押してるんでラジアルと言われてます。はい。ブレーキマスターシリンダーの付属にはブレーキスイッチがついてます。クラッチはついてないんですけどね。まあ定番中の定番ですね。はい。でこちらですね、ミラーホルダーです。ブレンボはレーシングパーツなんで、ここハンドルにクランプするだけのパーツになってますんで、ゼファーのようなミラーが取り付けが必要な車両に関しては、こういうオプションの後付けのミラーホルダーというのが必要です。 M10 の 1.25 になっていると思います。はい。で、マスターシリンダーをね、単品で売ってますんで、タンクとか別売りなんでこちらを用意してます。はい。これもね、コーケンさんのキットになってて8500円って書いてますね。こちら、ブレンボのスモークタンクですね。綺麗ですよね。こう一瞬透明っぽく見えるんですけど、スモークになってます。液入れるともっと真っ黒に見えると思います。はい。で、ここのホースにこうつなぐメッシュホースですね。と、これを固定する専用のステーの黒いのがついてます。で、これブレーキホースね、パラレルマウント用意してるんで、まあこれでちょっとブレーキホースオーダーしよっかなって感じになってます。はい。右がでっかいのはですね、まあ、いつも左右揃えるんですけど、まあ、左がワイヤークラッチなんでね、これ右が大きいのにしてるって感じです。はい。次です。キャリパーですね。19パー選んでますんでね、ダブルディスクですからブレンボいってます。はい。40ミリピッチですね。ブラックのボディに赤い文字ですね、ブレンボって書いてます。はい。こっち左、こっち右になってます。これを止めるサポートがこちらですね、同じくコーケンさんのキャリパーサポート用意しております。はい。このサポートがね、2万円するらしいです。はい。まあ、そうですね。ゼファーとかこういうちょっと空冷のオートバイっていうのは、どうしてもこうラジオレより、ラジアルより、アキシャル、まあ横ボルトですね。こう、こうじゃなくて、こう止めるボルトのことをアキシャルマウントっていうんですけど、アキシャルマウントの方が、こう古いね、デザインになるんですよ。わかりますかね。こんな感じで。なんか、ちょっと落としたら怖いんで、こんな感じで勘弁してください。かっこいいでしょ。なんか黒で赤ってこうクラシックな感じですしね。これ多分めちゃくちゃ売れてると思うんですけど、これでいきますから、まあ人気のキャリパーになってます。はい。でフロントいったんで、当然後ろもこんな感じになってます。まあ合わせるようにね、リアの2ポットです。はい。サポートはですね、バグースのキャリパーサポートにしました。あんまつけた記憶がないんですけどね、綺麗な商品になってるんじゃないかなと思います。トルクロット付きです。はい。こんな感じかな。ここに確かスッと入って、さっきのキャリパーがこうつくんかな。こんな感じです。はい。ここですね、まあ、今の純正は上についてるんですけど、下側マウントになってます。はい。でこれがですね、付属のカラーなんですけど、ゲールスピード用になってますね。はい。専用品になってます。次これですね、リアマスターシリンダーブレンボです。これスペックエンジニアリングさんがゼファー用で専用で作ってくれてるんですよ。ここちょっと長穴加工と座面エンドミルかなで削ってあるんで、そのままつけれるようになってます。まあこういうのがね、楽ですよね。ここにつくんですけど、まあ、このままでもね全然いいんですけどね、僕リアマスターはこだわりはないんですけど、
まあ、全部マスター行ったし行こうかということで一緒に行ってもらいました。で最後ですね、クラッチです。ゼファー750は油圧ではなくワイヤークラッチになってるんで、コウケンさんのメカニカルクラッチキットを用意させていただきました。出てこい。はい、こんな感じですね。このデザインはね、右とそっくりになってるんで、これ並べたらわかんないでしょ。こんな感じで色合いもよく似てると思います。はい、でここにイタリア国旗がレバーついてあるんですけど、この商品もここにイタリア国旗がつくようになっていて、これ別売りで660円とかなしてます。まあこのシールがほとんどね650円ぐらいです。このゴム10円ぐらいの価値しかないですよね。ほとんどシール目当てでここにピタッと貼るという感じです。一応ですね、引きは29でいってます。いけるかな、いければいいんですけどね。一応軽くなります。でゼファーはちょっとクラッチ切りにくいっていうのもあったりとか、今現状このバグースのアーム、これ軽なるやつなんですけど、もう入ってたりしてるんで、まあ、相性の問題とかも確認しながら、もしちょっと切れ切れなかったら変えたりするかもしれないですけど、現状こんな感じになってますんで、まあ、ブレーキとかハンドルにつく関係のものはこんな感じになってます。はい、次です。ブレーキ周りの下ですね、ローターも一緒に交換します。320π ですね。サンスターのプレミアムディスクのインナー C ってやつですね。カスタムの C だったと思います。この商品比較的新しめになってますね。はい、ワークスエキスパンドの色と一緒かな、こうグレーというかガンメタというかこういう感じになってて、ホールとスリットが一緒に入ってる、ホール&スリットっていうモデルですね。はい、これがもちろんですけど左右になってます。で大型化してますんでね、まあ、ノーマルがこのようなローターになってますんで、このレコード盤と一緒に大きくなると制動力が上がるという理屈で、そうですね、いつも僕の手の長さの限界があるんで、すごい小顔効果みたいになってますけど、かなりちょっと大きく、10倍やったかな、ごめんなさい、ちょっと忘れましたけど、大きくなってます。はい、でフローティングピンがね、オプションで赤にすることができます。でその中で、このうちのですね、ゼンマイセッティングサービスと、屋号が入ったオリジナルのピンが、ありますんで、これをご購入いただいているとありがたいですね。こうめっちゃちっちゃいとこなんですけど、ちらっと見えると。引きで言ってもね、なんかこう真っ赤よりこうちょっと白入ってる方が、あ、なんか入ってんなぐらいのね、ワンポイントで、見れていいんじゃないかなと思います。ローターってね、普段、人間が直立した位置から見ると、めっちゃ下に位置してるんで、ここにちょっと文字入ってるだけで、なんかちょっとおしゃれに見えたりします。はい。で、さっきも紹介しましたけど、キャリパーですね。挟んでみます？やめときます？いける？いや、はい。こんな感じかな。はい。まあ、相性抜群ですよね、赤で。はい、でいつもこうインナー M っていうんですか、黒のやつが多いんですけど、この C も意外とかっこいいなと思いましたね。現物ちょっと初めて見たんですけど、はい、でこのブレンボがつくということで楽しみですね。はい、で、次ですね、後ろです。後ろも合わせてホール&スリットになってます。なんぼ、えい、書いてないか、あ、書いてないんですね、すいません。2万円ぐらいするのかな、ちょっと忘れましたけども、書いてないね。はい、2万円ぐらいしたと思います。はい、で、こちらですね、カニですよね。はい、これもこういう感じにつきます。はい、そうですね。まあサポートも変わってキャリパーもいて、ローターも入って、やっぱね、ここって面積ちっちゃいんですけど、単価が高くてなかなか手出しにくいと思うんですよね、皆さん。でリアってあんま止まってほしいとか、制動めっちゃ上げたいって言ったらそこまでいないと思うんですよ。フロントっていうのはめっちゃ止まってほしいっていう人が多いと思うんでね。はい、なんで結構まあ贅沢パーツかな、後ろに関してはっていう感じなんで、これで、ブレーキ周りがパリッと仕上がるし、見た目も OK っていう感じになります。はい、次ハンドル周りです。1個ずつ見ていきましょう。はい、まずはハンドルですね。黒いアルミのハンドルはボッシュさんのハンドルになってます。よいしょ。はい、みんな大好きなんじゃないかね、スーパーバイクバーですね。4180円って書いてます。はい、あ、これね、僕知らなかったんですけど、見えるかな、これボッシュのステッカーなんですけど、昔ここに貼ってたと思うんですよ。で僕いつもこう剥がしてたんで失礼な話なんですけど、やっぱこう見えるんですよね、こうハンドルクランプが来たら、こうポッシュって見えるの、なんかちょっと嫌やったんで、いつも剥がしてたんですよ。で察してたのか、貼ってないですね最近。いや、いいと思います。はい、まあちょっとメーカー見せていいやつとね、見せん方がいいかなっていうのがあって、ちょっとポッシュのステッカー大きいんでね、なんか個人的にあんま好きじゃなかったから、いつも剥がしてますと、はい、いう感じですね。で今こういうハンドルになってます。アップで乗りやすいんですけど、やはりこっちの方が僕は好みかな。うん、だいぶポジション下がるし、かっこよくなるんじゃないかなと思います。はい、でこのハンドルにつけていくのがこのグリップですね。何だっけ、アルキャンの、
アイグリップかな、はい、これ握りやすいんですよ、パイも太くて。でここにワンポイント赤が入ってます。まあ車両的にもね、こう赤がすごい似合うバイクになってるでしょうね。さっきも紹介しましたけど、ローターのフローティングピンも赤やし、キャリパーの文字も赤やし、まあ赤って基本何でも映えるんですよね、うん、なのでめっちゃいいと思います。で次にバーエンドですね、アクティブさんファナックですねのバーエンドを選定しました。いいでしょう、キラッとしてて、まあ、これにいい感じに合うんじゃないかなと思います。でこれつけるにあたって同じくアクティブさんの、はい、ブレない、しびれないって書いてます。インナーウェイトって言われるやつですね。これちょっと重みがあって、何かっていうとここにこうつけるわけなんですけど、まあ、これをつけると重たくなるんで振動軽減できますよっていう商品ですね。アルミハンドルって結構鉄とかに比べて触れやすいと言われているので、まあ、こういうものをね1個つけるだけで振動がちょっとでもマシになればなっていうことでしょう。次ハイスロっすね、はい、アクティブのタイプ3ですね。この薄さが好きです。でこれに刺さるのがインナーカラーですね。36だったかな、うちは。はい、36パイ使ってます。このグリップつけてもね、このカチンとついて引っかかるっていうのを防止するためにアクティブさんのこのプラワッシャーみたいなのが付属してます。はい、スイッチボックスですね。アクティブさん、アクティブばっかりやな、はい、案件じゃないですよ、もうこれしか選定するものなかったんでね、はい、スイッチボックスと、これは川崎純正部品ですね、ダイブのスイッチボックスになってます。はい、ここにねチョークのレバーがないんでスッキリしてるっていうやつですね。はい、まあ後で紹介しますけどね。ここの辺は金額単価比較的安いですけど、並ぶと金額結構張りますんで、まあ皆さんもね、欲しいところだとは思います。乗ってるとハンドル周り一番見えますからね。はい、なんで基本に忠実なパーツの紹介たちです。はい、ウィンカーになります。ポッシュですね。まあ一番人気なんじゃないですかね。はい、スーパーバイクウィンカーになってます。はい、ブラックとオレンジレンズを採用しました。今もついてるんですけど、こうアルミの鋳物っていうかなとオレンジレンズになってます。はい、大きさ一緒ですよね、こんな感じです。やっぱ新品綺麗ですね、レンズピカピカです。はい、で黒になります。やっぱここまで行くとね、黒のボディの方がかっこいいですよね、圧倒的に。はい、そんな感じがしてます。でステイに関しては2種類用意してます。まあ長いのと短いのです。これに関してはね、いつも思うんですけど、うん、適材がわからないというか、つけてみないとわかんないですよね。あくまで理論上でこれぐらいかなっていつもつけてます。で、つけてからなんかちょっと長すぎたなとか短すぎたなってなったら、僕は気にせずもう一回注文しちゃうタイプですね。やっぱりこうパッケージでこんだけまとまって作ってるんで、このいくらするんですかこれ、1900円とか1500円とか、なんかもう発注しちゃったし、なんか余ってもしゃあないから無理やりつけようっていうの僕めっちゃ嫌いなんで、あかんと思ったらもう気にせず買えます。まあまたどっかで使えるかもしれないですからね、このポッシュの汎用ステイなんか。はい、なのでウインカーはこのタイプに、ブラックにまあモデルチェンジって感じでしょうかね、はい、になります。まあこの選択がどうなるのかって感じですね。前後ろに多分なってると思います。はい、違う、どっちだったかな、ちょっとごめん、伝票見ないと分かんない、忘れた。多分でも前後ろやったと思います。はい、はい、次ですね、これは K ファクトリーさんなんですけど、はい、何ですかこれっていうことですね。はい、セルモーターカバーという商品です。まあなかなかね、ちょっと蹴られてることは少ないかもしれないんですけど、うん、説明書がちっちゃいけど出さないというね、あのセルモーターの、カバー表目見えるんですけどね、これをちょっとまあ隠すような商品になってます。はい、でまあこれがね、まあ、なんでいるのかというと、次なんですけどこれですね、スプロケットカバーです。はい、これをつけるとなくなるんで、ここに確かこんな感じでつくんじゃなかったかな、だからまあ一緒にあった方がいいなっていう商品になってると思います。はい、板厚、こんな感じで結構面積は大きめです。はい、付属でこういう板がついてます。これはここの上ですね、チェーンがこうガードするようにつくんですけども、これチェーンオイルとか塗ってると飛ぶじゃないですか、それをガードするためのまあ蓋みたいなもんですね。これがまああるとないとでは全然汚れ方が違うんじゃないかな、エンジンルームの。はい、と思います。ここにこうフリクションがなさそうなツルツルの、まあ、フランジベアリングのようなものが圧入されていて、まあ、シャフトのサポートにもなるのかもしれないですね。はい、いう感じになっております。でゼファー7半ってね、スプロケットカバー、まあ、乗ってる方は見てるから分かると思うんですけど、めちゃくちゃ大きくて、あの出てないんですよね、あんまり社外品って。ですごい高いんですよ。だからどうしてもね、こう買いにくい部品で、メーカーは作りにくい部品っていう感じで、なかなかこうね、億劫な方多いから、結構ノーマルのまんまとかノーマル塗ったりとかする方多いんじゃないかなと思いますけど、今回は軽薄でバリッといってみようっていう感じです。
はい、お次はこちらです。ホイールになってます。これはまあね、カスタムする上では絶対に必要な部品でしょう。はい、ちょっとねリアキャリパーサポートの時も言いましたけど、ゲイルスピードになってます。タイプは、R ですね、10本スポークでしたっけ。こういう細いスポークがぐるぐるぐっとなってるような感じですね。まあカスタム感もあってグッドなんじゃないかなと思います。タイプ R ですね。はい、ゲイルはねこのようにカラーが厚塗されてますんで、フロントホイールつける時にカラーンってカラーがね落ちたりせずに装着しやすいというメリットもありますし、もちろん軽いですし、オートバイを寝かし込んだ時とか車線変更した時にギュッと軽いモーションで動いてくれますから、体感度 400% のパーツになってます。見た目も最高ですね。はい、後ろも同じくタイプ R になってます。黒ですね、ツヤツヤでかっこいいと思います。これですね、まあ、ローテーションがこのように書いてますんでね、間違いないとは思います。はい、で一緒に前後スプロケットチェーンも変えちゃいます。これですね、後見のスプロケットになってます。黒アルマイトしてますね。やはりこうスプロケットのねアルマイトってこれ後見さんオリジナルでやってて別売りになってるんですよ。だからね費用が 16,500円と、まあ、定価が今1万円ぐらいなんですけど6000円ぐらい上がりますけど、サンスターがやったらいいのにね、もう鼻からなんでやらんねやろ、黒出されへんのかなハードって、って思います。でスプロケットね404ノットファンドということです。はい、チェーンは EK の3ドチェーンのブラックとゴールドになってます。まあ、鮮やかですよね。めちゃくちゃ好きです。なかなかねちょっと箱にもお金かかってますよね。昔のこのドラゴンボールカードみたいにキラキラ光ってます。はい、なのでホイールがこんな感じになってますね。ちなみに純正はこういう3本のキャストタイプになってますんで、まあ一般的なノーマルホイールって感じですよね。はい、まあこれらがR になるだけでもうときめきますよね。やっぱりこうノーマルってクローズアップするとこう鋳型というか単造ホイールではないんですよ。なのでこのちょっとあえてこのままね汚いところで撮ってますけど、ブレーキパッドのカスとかがここによくつくんですよ。なのでずっと拭かなかったりすると粉が溜まってちょっとこう落ちにくくなったりくすんできたりするんですけど、こういう社外品のホイールってツヤツヤに塗ってあるんでこういうものが拭き取りしやすかったりするんですよね。はい、なので掃除しやすいと。ただ黒ってやっぱ拭いちゃうとすぐ線傷入ったりするんで扱いにくいっていう商品ではあるんですけど、まあ、優しく水洗いとかしながらケアしてやればいいんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずホイールは今回はゲイルスピードということです。はい、次スイングアームになります。このかっこいい黒いスイングアームはどこでしょう。はい、断面が美しいですね。リブ付きです。こちらはですね、G ストライカーというメーカーのスイングアームになってます。まあ、ストライカーですねと、ギルドデザインのコラボで G ストライカーという名前になってるのかな。はい、まあ、三重県の会社ですよね。はい、この黒いスイングアームに付属しているのが、アクセルシャフトとエンドコレアルミの調整赤アルマイトされてるんですよ。これがここのよいしょ、こんな感じで装着してます。チェーン引きですね。はい、まあ一点物の赤がねすごい目立ってかっこいいと思います。はい、ゼファーの7班っていうのはこれエキセントリックですよね。エキセンになってて、この回していくとこうチェーンを貼れるシステムになってるんですけど、これめっちゃ細かい話、回していくと微妙になんですけど位置が変わるんですよね、ホイールの。なのでちょっとこう調整、チェーンを引くだけの調整としてはどうなんっていう機構にはなるんですよね。だから一ちゃん前と一ちゃん後ろではね、その高さが変わるじゃないですか。けどこういう引きにすると、まあ細かい話垂れ角はついてるんで車高という意味では変わるんですけども、まあ、極端に変わらないんじゃないのって思います。はい、 G ストライカーですね、かっこいいですね。でシャフト付属なんですけど、見てたんですけどこれなんかの純正部品ちゃうかなってちょっと思ってて、一つ当たりはつけたんですよね。まあ、言わないですけど、多分純正ちゃうかなって思ってます。こういうのってね、わざわざ作るとすごいロットを要求されるんで、大体流用した方が賢いんですよ。僕はちょっと流用かなと思ってます。まあ、この辺はね、オリジナルのアルミカラーがついていて、チェーンスライダーですね。で、これ社外品のね、スライダーってもうほぼ樹脂でめっちゃ硬いんですよ。なので、結構こう、ガラ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 押した時にチェーンが当たって言うんですけど、まあ、これは致し方がないんじゃないかなと思います。あえてね持ってみましょうか。こんな感じです。ぶっといでしょ、綺麗ですよね。ごめんなさい、ちょっと指紋ついちゃいました。
あ、ボルトもね、黒になってますね。こだわり感じます。ここのビレットの削り跡が綺麗ですね。このエンドもさらってます。上下さらってます。はい。内側もね、こんな感じで。美しいですね。まあ、今もね、黒になってますけど、ぶっとくなりますし、こうちょっとマットなブラックなんですよ。なので質感かなり上がりますし、まあ仕上がりとしてはね、極上なんじゃないでしょうかということで、スイングアームは G ストライカーです。はい、次ですね、高級パーツです。オーリンズのリアショックになってます。フルアジャスタブルですね。はい、ブラックスプリングの方になってます。まあこれはね、もう超定番のね、最高の、パーツになってると思います。純正こんな感じ。はい。まあ、銀と銀って感じですね。これが、よいしょ、こんな感じになりますね。どうでしょう。はい。結構ね、選定部品が黒が多いと思うので、めっちゃ似合う部品になってると思います。で、これはまず全然関係ないんですけど、今開封して見てたんですが、なんかオーリンズの上側の銀の質感変わりましたかね。なんか久しぶりに見たからなのか、ちょっとなんか鮮やかになった気がする。もうちょっとなんかこう、マットっていうか、マットじゃないな。ツヤっとしたというか、思ってたんですけど、これ、どうなんやろ？どう思います？皆さん。ちょっと、持ってる人があったら自分の見てみてください。なんかちょっと綺麗な、ウェットブラスト当てたみたいな色に感じますね。はい。これがリアショックになってます。はい。見てたらちょっとそうですね。こう、黄ばんでますしね。まあ、これはね、まあ、見た目もかっこいいし、乗り味も完璧ということです。はい。で、次が、さあ、パノラマビューでお送りしておりますけどもね。はい。まあ、ここまで来たらね、わかりますよね。いいよ。はい。もったいぶりますよね。さあ、整列フォークがこの中に入ってるんですけど、まあ、なんと、まあ、黒と金と2種類出てるんですけど、意外とね、あ、そっち行くんやっていうね。何色かっていうと、まあもちろん黒ですよね。すいません。はい。まあここまで来たら当然黒行きます。いやー、かっこいいですね。黒の方が高いです。ガーターついてます。で、ボトムもこんな感じですね。そう、さっきの頭とちゃうでしょ、色。なんか前こんな感じだったと思うねんけどな。はい。いう感じになってます。まあここはね、もう、研磨に研磨を重ねられて、フリクションロスを最低限まで落とすということで、美しいビレットのボトムチューブにオーリンズの刻印が入っております。まあこれはね、もう言うまでもなく超贅沢部品、ブルジョアパーツでしょう。はい。フロントフォークがこんな感じになってます。まあ当たり前ですけど、ほとんど銀と銀で構成されている方がいると思います。ここをね、ブラックにしていくというところです。お金が大変かかりますね。これはもう文句なしにフルカスタムには絶対マストなパーツになってるんじゃないかなと思います。はい。で、ゼファー7版でですね、カスタムがなぜお金がかかるのかというのが、このオーリンズを変えるときにすごい問題があるからちょっと大変なんですね。それはちょっと次で紹介したいと思います。はい。ゼファー7版がカスタム大変な理由が、もう諸悪の根源がこいつですね。はい。ステムキットになります。ステムに罪はないです。よいしょ。はい、いけるかな。ギルドデザインって書いてます。奥ストライカーって書いてます。G ストライカーってやつになるんでしょうかね。一緒のステムキットになってますね。アルミ削り出しのステムキットになってます。ハンドルポストもついて、ちょっとオフセットしてるのかな。上2本止めて、下3本止めます。はい。この2、3っていう止め方ですけども、こっち上1ですよね。上1。で、これ下2なんですけど、これ前、正面から見たときに3本止めてるのと、サイドのこの3本止め連結がね、すごいいかついんですよ。なんか前から見た時の、盛り上がりっていうのに、助長してくれるようなデザインになってます。かっこいいですね。はい。で、なんでかっていうとね、まあさっきも紹介したオーリンズなんですけど、43倍なんですね。まあオーリンズが43倍しかまず出てないんですよ。ゼファー、ZRX、CB1300、これが全部43倍なんです。けど、ゼファー7半っていうのは、ノーマルが41倍。2倍ちっちゃいんですね。つまり外周の片側で言うと1ミリ細いということになってます。これのせいでオーリンズを買っても、このノーマルステムに刺さらないんですね。穴がちっちゃいから。じゃあね、拡大したらいいやんって思うかもしれないですけど、そういうわけにいかないですよね。なので、こういう排水がでかいステムを買う前提で、オーリンズを買うということになります。
このオーリンズのフロントフォーク30万しますよね。はい、でしても10万ぐらいしますよね、これ。今、14万ぐらいするのかな。これだけで、もうほぼほぼ50ぐらいいくわけですよ。で、さらにですよ、パイ数が変わるんで、あとステムが変わるんで、ヘッドライトステイが使えなかったりするんですよ。で、ヘッドライトステイはこちら、ポッシュの43倍になってますね。黒で用意させていただきました。で、これね、見えるかな。2本止めなんですけど、穴1個余ってるんですよ。なので、これ、オプションのサークルが売ってるんで、こう、バチッと3点止めにするという、贅沢商品をこんもり使わせてもらいまして、まあ、バチッとこう3本見えるんでね、かっこよくなるんじゃないかなと思います。で、さらにですよ、これなんとですね、ピッチも変わるので、フロントホイールが、これ、ゼファー7半なんですけど、ZRX1200 がベースになるんですよ。なので、こちら今回まあ用意してるんですけど、まあ、今回はね、ゲールスピード ZRX 用で用意してるんですけど、これね、ZRX のアクセル太いですね。アクセル太いからメーターギアも変わります。まあ、これはあのステムベアリング、上とそのゴム、これ、金刃。で、このメーターギアを固定するためのカラーとか、この辺が必要になってくるんですけど、例えばですけど、ゼファー7班ですでにゲール変わってるとなったら、じゃあフォーク入れたい。フォーク入れるのはステム買わなあかんのってなったら、ホイールは ZRX がいるんですよ。でも例えばこれ今ノーマルだからいいんですけど、いやもう俺昔ゲイル買って7班のホイールついてんねんけどっていう人はめっちゃ悲しみ性を言いますよね。 ZRX のゲイルを買い直すか、ノーマルのホイールの ZRX を買って一旦お茶を濁すか、でも後ろゲイル入ってるってなったらもう前後違うってなったら最悪ですよね。だから中途半端にホイールだけ今入れちゃってる人っていうのは一番大変、悔しい思いをして、オーリンズ買う、ステム買う、ホイール買う、もろもろアクセルシャフト買わなあかん、ライトステー買わなあかんみたいにダダダダダッと一気に出費が出るんですよね。だからこれをもうすごい嫌う方が多いから7班の方ってなかなか行かないんですよね、ここって。だから今回みたいに一気に行くってなるとまだねちょっと気は楽になるんですけど、まあ、そういう問題から7班はすげえお金がいきなり行くとかかっちゃいますよっていうのが諸悪の根源ということで、勝手にまあステムが悪いみたいな感じにされましたけど、フォークが悪いのかノーマルが悪いのかはちょっと皆様にお任せしますけども、まあ、とりあえずステムはめちゃくちゃかっこいいっていうのは言うまでもない事実になってますんで、これがこれですからね、とにかく今から楽しみです。はい、お次フロントフェンダーです。ノーブレストの点釣りフェンダーとスタビライザーになります。これいろいろ色が選べるんですけど、黒黒採用してます。でカーボンの綾織フェンダーになっております。今ですね、フェンダーついてないやっていうね、なんでなんて思われた方いらっしゃるかもしれないんですけど、もともとこのカラーリングで塗ってあったんですけど、まあ、もうこの点釣りで使うからもう使わないって、ほんまはね、それをつけれるかみたいなお話だったんですけど、まあ、オーリンズ変えたりとか、いろいろね、ZRX のフェンダーやったらつけやすかったんですけど、その一気に前回り変わりすぎる問題があって、つけるのがちょっと大変だったり、今塗ったフェンダーは長穴加工したりとか、ちょっとデメリットが多かったんで、それだったらもう、行っちゃった方がかっこいいかなっていうことでご了承いただいて点釣り行きました。まあ、この辺はね超定番カスタムです。で横も薄くてもうこんな感じでね、そうなんですよ、ごめんなさい遠近感が無理なんですけど毎回、はい、もうこの商品はもう鉄板でマジで間違いないです。めっちゃかっこいいです。なので、まあ、鉄板どころを抑えましたという感じで、オーリンズついたら最後にパチッとセットしようと思います。はい、お次は、フルエキですね。もう引きで見ても、チタンが綺麗なんじゃないかなと思います。ノーブレストさんの、フルエキゾーストになります。パイプが綺麗に並んでますでしょう。これが、ここで集合して、まあ、正しくはこっちですね。番号が振ってて親切です。この先でちょっと絞ってます。が、ここに刺さって、多分ですけど、ここに刺さるんじゃなくて反対じゃないかな。なんかこう間違いを訂正してる先生みたいな感じで言ってますけど、並べたの僕です。はい、ここに集合が刺さってテールパイプからのサイレンサーになってます。いや、このサイレンサーねかっこいいですよね。めっちゃ好きです。はい、でバンドがついてて、まあ、フラステがついてます。さあ、ここのねこうエンドの締まりもいいんじゃないかな。こう切りっぱなしのカラー溶接とかではなくて、ちょっとこだわりも感じる。あとスプリングという感じになってます。今がねショート缶かなになってます。まあね、やっぱりショート缶のメリットって、まあ、昔ながらっていうのもあって、音もね鉄で結構こう古い旧車の感じ
の音が出せるし、何より鉄で安いんですよね。で、純正部品っていうのはどうしてもこう、ね、音が静かで、まあ、何か変えたいよねっていうのもあるんですけど、まあ、鉄だとどうしてもこういうふうに、まあ、サビが出てきてしまったり、どうしてもこうね傷んでしまうんですけども、あとはまあ何より重いですよね。なのでこういうチタンフルエキゾーストになるとキラキラキラっともう分かりますよね。綺麗に4本集合して、やはり軽くて、でおそらくですけどこういうショート缶タイプより馬力の方は出しやすい傾向にはあります。まあ旧車ルックでね集合缶じゃなきゃっていう方はもちろんいらっしゃると思いますし、まあ、全国にファンの方が多くいらっしゃるのはもちろん分かってますけども、まあ、今回はこういう焼きの美しいチタンマフラーですね。アップになるとね分かりませんね。あ、ちょっと今取り方うまいんじゃないかな。こんな感じで絶妙な焼き加減で綺麗ですよね。はい、これがノーブレストさんのフルエキゾーストマフラーになります。はい、お次はこちらウォータニのフルパワーキットですね。 SP2 です。1はあったんでしょうか。見たことないです。はい、まあ結構ねうちなんかでも装着してるさせていただいてる方多いんですけども、特に、効くのは旧車系です。 Z とかでゼファーの初期型らへん、この辺は悩まれている方いらっしゃったら入れた方がいいと思います。めちゃくちゃ快調になりますよ。はい、で、まあ、これからね7班につける言うてんのにじゃあこれ意味ないんかっていう話になるんですけど、7班ももちろん意味がありますが、比較的経験上ですが7班ってあんまりこの辺イグナイター行かれたりイグニッションコイル壊れてたりっていうのがあまりないです。ただここにですねよいしょダイヤルがついててリミッターの、上下ですね、上限を解放したり点火タイミングを変えたりすることができます。まあ、ここにも書いてあるんですけど、まあ、深刻にしたりとかいろいろすることができます。まあ、ガンガンねやったりするつもりはもちろんないんですけれども、だいたいこう何個か点火は試してみて馬力が上がったり良さそうなものがあれば採用するっていう感じになってます。イグニッションコイルもかなり不良が少ないです。すごい火花、強い火花を出すことができます。プラグももちろん交換します。ギャップを広げてくださいっていうのが説明書に書いてあるんで一緒にやってみてください。ちなみに広げ忘れたとしてもエンジンもかかるんで大丈夫です。でハーネスが付属しています。はい、SP2 ですね、入れるときはプラグコードも一緒に交換しなくちゃならないですね。確かこいつ7ミリやったかな、そのままさせるタイプだったと思います。今このそうですね NGK のパワーケーブルの方は確か1ミリでかいんですよ。なのでこれ入れるのはちょっとまあここに入れるわけなんですけど、外周向きながら入れるのは実はちょっと大変で、こっちの方が1ミリね確か細かったと記憶してます。なのでこれ入れるのはまだ楽になってますので、まあ赤がちょいちょい今日も紹介させてもらったんですけどワンポイントで多くついてるんでこれも赤で行かせてもらいました。オーナーさんのセンスがなかなか丸いんじゃないかなと思ってます。この写真写りだけで見ますとなんかこうすごいこう吹いてるように見えると思うんですけど、これはちゃんと落ちるようになってます。はい、なので SP2 でした。はい、お次はオイルクーラーになります。アクティブさんの、ラウンドオイルクーラーのブラックですね。ブラックはフィッティングこのように金になっております。はい、ホースもねこういう風にメッシュカバーがついてて、もうオールブラックな感じでかっこいいと思います。はい、ちょっとこうツヤめかしい色になっていて、これはですね装着するときにフィンを曲げないように細心の注意を払いながら装着する必要があります。はい、サイドカラーは1本なのは、ラウンドですね。ストレートはだいたい2本、細いのがついていると思います。はい、これは私の経験上またのお話になるんですが、ゼファー750のオイルクーラーはだいたいフィン曲がりまくってます。これはもうあるある、ゼファーあるあるですね。これがもうピッキピキに曲がってなくてピンピンのオイルクーラーって僕見たことないですね。だいたいこういう感じで虫が飛んできたりハエで衝突して曲がったり事故るんですよ。でこういうパイプになってるんですけど、ここがねこういう新品のコアがついて、よいしょ、これですね、ここにまあこういう90度のフィッティングがつくんです。もうかっこいいでしょ、うん、こういう形になるんですよね。はい、まあ向いてる方法全然違いますけど、もうこれだけで十分かっこいいので、やはりねこう意外と隙間って見えちゃうんですよね、どうしても。だから今ご紹介したパーツたちを全部入れてもここだけノーマルだと超目立っちゃうんですよね。だからここはもうどうしても欲しいパーツでしたね。まあ、もちろんですけど冷却効果を高めるという意味では、まあ冷えるに越したことないです。まあ7班比較的そこまでねガンガン、用が上がって困るっていうバイクではないですけども、絶対に見た目も含めかっこいい部品になってます。でこの金フィッティングもタンクのラインゴールドなんでめちゃくちゃ合うと思ってます。はい、
であとはですね、まあ、世界的な情勢も、ありまして、長期欠品が続いてるんじゃないでしょうかね。おそらくまだ手に入らないんじゃないかな。これもかなりねちょっといろいろ探して段取りしてっていう感じになってます。はい、なのでまあアクティブさんのオイルクーラーを今回はつけるということです。はい、お次です。じゃーん、吉村スペシャルレーシングパーツということです。開けていきましょう。ミクニ TMR-MJN ですね。未開封です。初見プレイ、開けていこう。さあこんな感じです。警告がついてますけどもね。はい、いやまあこのエンブレムはね吉村って書いてますけど、これがまあかっこいいということで、ドレンボルトが赤アルマイトされています。トップキャップは、これですね、リンクル塗装、結晶塗装とか言われてますかね。頭に4発ついてます。ミクニの注意点としましては、ここですね、トップキャップが、爆穴、切り穴でここのボディがメネジになってるんではなくて、ちょっとネジ山みたいになってるんですよ。なのでこっちフルパワーで締めてからこっち締めると、蓋が割れたり、ここのメネジがなめったりするんですよ、こっちね。なので、あの本当にこう2点を締めるときはゆっくり締めてください。もうこれが注意点でしょうかね。あのオーバーホールとか、まあセッティングとかでうちよくここ開けたりするんですけど、結構なめったりバカ穴になってるの多かったりするんですよ。なのでここは結構注意つけられてる方とか、これからつけたい方はよく注意してください。はい、ミクニはここにチョークがついております。一発で開けれるようになってますね。はい、まあボディはこんな感じでファンデルのアダプターがついています。ミクニはね、ここに口が1個ずつついてます。ここでアイドリングスクリューすることができます。オートバイに装着しちゃうと、なかなか触りにくいバイクがあったりするんじゃないかな。はい、手届く方はいいですけど熱いかもしれません。はい、ここですね。で今回はこの TMR-MJN なんですけど、付属のパーツがあるんですが、こちらツン。はい、これ実はねアルマイトしちゃいましたね。本当はここに映ってるもの、すべてシルバーになってます。アルマイトをかけさせていただきまして、黒と赤にしました。確か写真があったんであれば、この辺に貼っときます。はい。ですね。ファンネルが黒。綺麗でしょ？で、この吉村のミクニのファンネルは、ここの四隅に穴が開いてます。ミクニのやつは確か穴開いてなかったと思います。吉村ファンネルだけ開いてます。で、これがデュアルスタックの土台ですね。と、これスピロット黒です。で、これが、デュアルスタックの土台のファーストファンネルって言ったらいいかな。めっちゃわかりにくいけど、映るかな？映らないよね。ここにね、吉村って書いてあるんですけどね。はい。なので、まあ、ちょっとこうカラーがちょっと別であるんですけど、ここに、まずこの、ファーストファンネルの土台が乗ります。で、この土台にこのファンネルがつきます。なので、こんな感じですよね。いやー、かっこいいっすねー。よっ。っこんな感じで、こうかな。おぉ、ザ・黒赤って感じですよね。はい。黒赤ですよね。だから、今日紹介させてもらった部品、ほとんど黒赤が多かったと思うので、このキャブ周りですよね。やはり、ノーマルがこう悪いわけではないです。もちろんいいキャブなんですけど、これがさっきのパネルこっから見えるようになって、ボックスなくなるだけでもかなりかっこよくなりますんで、これは楽しみな部品ですよね。ちょっと組み立てようかな。軽く組み立ててみます。はい、1個組み立ててみました。どうでしょう、多分こう単品で見た時よりも全然イメージが違うんじゃないかな。黒ファンネル、ファーストファンネルとセカンドファンネルで黒赤、支柱もちゃんと黒になってます。で、よいしょ、起こしてみて、スピゴットですね、こちらも黒アルマイトしてますんで、真横から見るとこんな感じ。ちょっと斜めでこう、どうですかね。めちゃくちゃかっこいいんじゃないかな。まあ、あの、セッティングするに関してはですね、あの、MJN という機構は全くよろしくないと思います。はい、めちゃくちゃ嫌いです。だから、今回も MJN はね、キャンセルして、セッティング、普通のミクニのハリネモードしてセッティングさせてもらいます。ただ、見た目はこのように最高にかっこいいのは、もうみんなが認める話ですね。黒赤の象徴じゃないかな。本当にこれはかっこいいキャブレターになってますし、みんな欲しい欲しいっていうのは理解できます。はい、でキャブレターつけるにあたってですね、今回ピンゲルも一緒に用意してます。ピンゲルがマジで入ってこなかったっすよね。今欲しい方もまだまだ欠品してるんじゃないですかね。
まあ、半年以上来なかったかなっていう印象です。ちょっと詳しくは忘れましたけど、半年ぐらいだったと思います。はい、でこちらがバグースの、キャッチタンクと小物入れに、ブリーザーカバーの、アルミ削り出しのパーツが付いた3点セットになってます。エアクリーナーボックスを外すのでこの辺隙ができるんですよね。なのでここのプレートも変えちゃって、ホース径が違うんでね、こういう付属のちょっと細いやつにすると、装着しやすいですよっていうので、まあ、セットになってます。まあ、キャブレターをね入れるのがここまでの3点セットではお決まりかなとはなってますんで、まあ、これを装着して、セッティングしていければいいんじゃないかなと思います。はい、全ての商品の説明が終わりました。まあ、ここにちょっとね金額的に登場してないものがあったりしますよね。タイヤとか、あとはこうクラッチカバー塗ったりとか、ジェネレーターカバー塗ったりですとか、まあ、ちょっとここに商品としてはないものもたくさんありますが、まあ、一部ちょっと抜粋して、一部というかほぼですけどね、抜粋して今回はざらっと一気に紹介させていただきました。はい、でこの下にですね先ほど紹介した部品をすべて今並べてるんですよ。この先なんですけど、いきますよ。はい、そうですね、これすごくないですかね。今までこのブルジョワシリーズですよね、結構やらせていただいたんですけど、まあ、圧倒的な量ですね。ちょっとこのキャットのマットがもうあと余白これぐらいしかないんで、結構並べたなと思ってます。はい、まあ、順番にね紹介していったものばっかりですけども、まあ、ホイール前後にロータースイングアームにリアショック、フルエキゾースト入れて、今回ギア入れてるキャブレターにブレーキ回り、高いフロントフォークですねにステムフロントフェンダー、オイルクーラーと SP2 に小物たちという感じで、かなりね金がかかってるものばっかりこうずらっと並べてますね。やっぱこのビューはね圧巻ですよね、結構ね。はい、なのでまあとりあえずね、皆さんは何が一番好きでしょうかね。僕はもう全部です。はい、まあ特にねこう好みあると思うんですけども、このオートバイにですねここまでの部品が一気につくので、まあもうねフルカスタム間違いなしですよね。まあ早くねちょっと組みたいなっていうワクワクありますね。まあ焦りは禁物なんですけれども、バッチリちょっと装着していってって感じです。まあ、ここまで一気につけるんで、まあ何かとねちょっとフィッティングの問題で何かちょっと削らないといけなかったり問題っていうのがねつきものにはなってくるんですけど、そこはスマートにねさっと解決して、まあ何事もなかったかのようにねできましたという感じでね、最終的にお客様にお見せできればいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はゼファー750、200万円分のパーツご紹介させていただきました。完成したら試乗しようと思いますので、チャンネル登録などしてお待ちいただければ嬉しいです。はい、ということで以上、紹介させていただきました。ありがとうございました。